メリット勲章は、イギリス及びイギリス連邦の騎士団勲章で、イギリスの君主によって授けられる。軍事での功績、または科学、芸術、文学等の文化の振興、もしくは公共の福祉へ貢献があった人物に贈られる。助勲が功績のみで評価されることや、定員が24名しかいないことから、メリット勲章は大変な名誉と考えられ、 現存する勲章の中で最も名誉なものであるとも言われている。王立教会に飾られるドロシーホジキンの女性文民用メリット勲章。ライフガーズの制服に軍人用のメリット勲章をつけたマウントバッテン白爵1902年エドワード7世の時代にプロイセン王国のプールルメリット勲章に習って制定された。当時のプールルメリット勲章には軍事部門の先行章と 芸術、文化部門の科学芸術賞があったが、メリット勲章はバッチのデザインに違いがあるが、同じ賞とされる。そして、部門としては公共の福祉への貢献が加わり、政治家も対象となっている。形式は、プールルメリット勲章や日本の文化勲章と同様に、中受賞の定罪を取った単一等級の勲章である。バッチは、 金色の王冠と赤い十字で飾られている。軍事功労者への希少には中央に2本の交差した剣の模様が入ることにより、他の功労者と区別される。リボンの色は赤と青であり、着用の際は男性はこのリボンによって首から下げ、女性は蝶結びのリボンを左肩につける。序列はバスクンショーナイトグランドクロスとイマイケル、 正常時勲章内とグランドクロスの間に位置するが、ガーター勲章や失する勲章は身分、バス勲章は地位や役職が授与基準になっているのに対し、この勲章は個人の功績が基準とされている。そのため、王族の受章者が他のオーダーと比べて少ない。また、授与の決定権が勲主に属しており、内閣の助言を必要としないことも他の多くの、 勲章と異なる点である。そして、聖マイケル、聖城寺勲章以下のナイトグランドクロス賞やナイトコマンダー賞より上位にありながらナイト尺に上されないため、英連邦王国において、尺位を認めていない国の中には、最高勲章としている国もある。上記のように、イギリスの勲章は種類により、授与基準や対象がそれぞれ異なるため、 フランスのレジオンドヌール勲章のように回の章から順に勲位が上がっていくのではなく、もらえる勲章の種類や等級は個人の経歴によって異なる。したがって、種類が異なれば、序列の低い勲章を後から受章することも珍しく、なく、例えば、講述するマウントバッテン白爵もバス勲章ないと、グランドクロスより後にメディット勲章を受章している。一方、 メリット勲章の対象者でも、軍人以外のものが、バス勲章の対象となることは、ほとんどなく、聖マイケル、聖ー,ージ勲章や、ロイヤルビクトリア勲章と重なることもない。文化部門と公共福祉部門の功労者にとって、メリット勲章の直接会に位置づけられる勲章は、大英帝国勲章ナイトグランドクロスと、バス勲章ナイトコマンダーの間に位置する、コンパニオンズ・オブ・オーナー勲章である。 コンパニオンズ・オブ・オーナー・勲章は、軍事部門はないが、他の授与基準は、メリット・勲章に近く、定員が65名と多い。そのため、文化部門の功労者のほとんどが、メリット・勲章を受賞する前に、コンパニオンズ・オブ・オーナー・勲章を受賞している。一方、公共福祉部門では、首相が退任すると、メリット・勲章を送られるのが慣例となっており、首相経験者が、 ガーター勲章を受賞するために必要な国と考えられていた。そして、その他の閣僚経験者がコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を授与される。退職した際に、首相でもコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を贈られる場合があるが、これまで退職時にコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を贈られた首相は、その辞職の経緯が円満なものではなかった場合が多い、ため、 それらのこととの関係も推測されている。最近の例では、ジョン・メイジャーが退職時にコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を授与された。彼は、首相在職時にエリザベス二世女王の反対を押し切って王室よとブリタニアを売却したことから、女王の恨みを買ったために女王に決定権がある。メリット勲章は授与されないとの憶測が流れた。その後、ジョン・メイジャーは、 メリット勲章を受章せずに、ガーター勲章を受章している。軍人用のメリット勲章をつけた山形有友受章者は、メリット騎士団へ加えられるが、定員は、軍事、文化、公共福祉の全部門合わせて、国王と24人に限られている。ただし、外国人へは、定数外として授与される。軍事部門では、海軍元水。 ルイス・マウント・バッテン・伯爵に授与されたのが最後であり、現在の騎士団員は全員文化部門、または公共福祉部門での受賞者である。この勲章は、制定時より女性にも解放されており、1907年にフローレンス・ナイチンゲールが女性としては初めて受賞をした。日本人としては、東郷平八郎や山形有友が受賞している。この勲章を受賞することによって、 ナイト尺には列せられないので、受賞者に、さあや、ダメの継承はつかないが、名前の後に、OM のポストのみなるレターズが付される。ありがとうございます。